非常にあの立ちの悪い飴を配っちゃうんですね、国や時に、はい、それが原因なんですね。そうですね。東京都のことももう考えてたんですか、前から。どうなんですか、まあ、YouTube チャンネルとか結構行ってんすよね。 あれも収益化してますね。チャンネル登録26万超えました。すごいっすよね、それも。今日本一です、自治体として、ね。石丸真二さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。秋田賀田市ってどれぐらいの人口いるんですか。人口27,000人。27,000人。市政して減っていった感じなんですか、市政施行して。そうですね、この20年間はもう減少の一途をたどってます。昔はなんか人口が多かった理由があったんですか。戦後、うん、都会から一時的に田舎にバーッと人が戻って、まあ、逃げて、でその後高度経済成長で田舎なりに人が増えてたんですね。それがまあ80年から90年代がやっぱりピークでした。でその子でまあ3万5000人4万人は行ってないかぐらい。それから減っていったわけですね。そうですね。広島市がすぐ隣南にあって、はい、そっちにどんどん吸われていくっていう構図です。平成の大合併みたいなのあったじゃないですか。はい、まさにそれです。2004年に6つの町が合併して秋高田市になってます。出身なんですか。はい、生まれです、地元です。あ、高校生の時までそこに住んでました。選挙はまあ思う通りにならないことが多々ある、ままあるので、ただそんな中でも挑戦してよかったなっていうふうにはあの時思いました。ゆくゆくいつか戻りたいな、市長やりたいなっていうのはあったんですけど。あったんですか。はい、まあ、銀行員その場でやってて、銀行員で50ぐらいで、あの、大体リタイアするんですね。まあ、ちょっと早めに終わるっていうのもあるので、まあ、そこぐらいでセカンドキャリアで、まあ、政治家を目指すっていうのはいいかなと思ってたんですが。あ、兄弟ですよね。はい。なんか割と振動っぽい感じなんじゃないですか。そんなことないですか。堀さんに言われるとあれですけど。いやいや、僕は振動でしたよ。そうですよね。あの、自分で言うのもなんですけど、小学校では振動でしたね、完全に。わざわざ謙遜する必要もねえなっていうぐらい圧倒的でしたから、はい、うんうんうん、高校は公立の高校に通ったんですけど、うん、その高校ができて初めて京大に入った人間が、よくそれできますよね。僕進学校だったんで、はいはい、なんか別にみんな東大とか九州大学とか行くんで、はい、いやめっちゃ勉強しました、大変でした。でも、ね、それやらないともう自分という存在が保てない、死んでしまうという、うん、危機感があったんですよ。もう田舎が本当に嫌で、うん、田舎に生まれて育って物心ついた頃から、なんかテレビで東京の映像が映るじゃないですか、うんうん、なんでこんなに何でもある街があって何もない街に生まれたんだろうと。まあ僕も同じでしたけど。そうですよね。で、なんとかそれをひっくり返したいと思ったら、これも勉強するしかないっていう、うん、そこにその河合事件でお金をもらって辞めた市長が後を任せると言った人が手を挙げるだけだ。で無投票で決まりそうだったんですね。そこに割って入ったっていう、呼ばれてないのに帰ってきたっていう。呼ばれてないのに帰ってきた、はい、市長だとフリーハンドの部分って結構あるんですか。あるといえばありますね。予算編成権がたった一人に集約されているので、これは大きいですね。ただ議会の承認が執行するためにはいるので、はい、その意味では、まあ、アクセルとブレーキの役割分担はなってて、全部が思うようにはできない。ただ幸いにしてうちの町でやらないといけないのが財政再建だった。どれぐらいなんですか。うちは3割しか自主財源ないです。うちも例に限らず放漫財政をしてた。地方交税交付金ってもらえなくなったりするもんなんですか。算定する式があるんですね。なので機械的に入ってきます。人口とか、まあ、その中の要素によって、まあ、年齢構成とか大体これぐらいいるでしょって言って国からもらうお金です。首長が中央に陳情に行ってっていうのがありますけど、あれはお願いに行ったらすぐもらえるってものじゃなくて、お願いに行って算定の基準を見直してもらうっていう作業なんですよ。なるほどなるほど。あれ多くの人は誤解させてるんじゃないかなと思うんですが、そんな簡単なものじゃないです。そんな政治家力ないです。はいはいはい。あ、債権とかあるじゃないですか。あれを誰が貸してくれるんですか。地方債ですかね。地方債、うん、はい。あれはあの、まあ、金融機関ですね。金融機関は何を担保に貸してくれるんですか。あれは自治体だからという。自治体だから、はい、担保を入れてるわけではない。自治体という事業体のリスクが低いというふうに見られているので、財政破綻ってまあしないじゃないですか。うん、あの夕張だった以外は、うん、はい。夕張はそんなひどかったんですか。
悪かったですね。ですし、結局今も再生してないんですよね。本当に職員の給与は何割かカットされたまま。で、その破綻する前に比べて上下水道料金は 何割増しか ?2 倍ぐらいになってるのかな。だから住めなくなってるんですよ、端的に言うと。端的にね。はい。はい、で、住めないんだけど、逃げられない人がそこに残されてるっていう、一番苦しい状況にまだあるのが夕張です。ふるさと納税とかってどうなんですか？みんな自治体の人はどう思ってるのかなと思って、まあ、端的に言うと、うちなんかで言えばありがたいですね、うんはい、結構すげえ もらってる自治体もあれば全然努力してない自治体もあるじゃないですか、はいうん、なので格差が広がりまくるっていう、努力したら努力しただけ来るわけじゃないですか、ですね、そこはまあ頑張りどころなんですけど、ただあの結構業者に持ってかれますし、うんまあまあ、本来なら税金を納めて自治体がそのまんま住民であったり国民に使うべきなのに、それがまあ業者に、言い方悪く言えば中抜きされてる手数料でっていうのを考えると、ちょっと税制システムとしては効率が良くないのかなとは思いますね。とか YouTube チャンネルとか結構いってんすよね。 あれも収益化してますね。チャンネル登録26万超えましたね。すごいっすよね。それも今日本一です、自治体です ね。いやだからそういうこととかもみんな意外とやんないんだなと思って、あれやっぱやんないんですかね、やりたくないんですかね、うんまあ、苦手っていうのと、まあ、あとはリスクが取れない、そこにつきますかね。要は今までやったことないのでどうやればいいか分からない。でも全国区になりましたよね、名前は、ま、よくやりましたねそこまである意味今日本で一番バズってる市長じゃないですか、まあ、全国的な知名度があるっていう人そんないないじゃないですか、うん、もうそれしかないって思ったからです、はい、2万7000人しかいない町、財政的にも余裕がない、これを少しでも生きながらえさせるために外の力を借りるしかないって思ったんですね。た時に知名度認知度、これをいかにしてあげるかが自分の仕事だなっていうふうに思いました。で実際のところそれは効果あったんですか？まあ、ふるさと納税は2億5000万ぐらい増えましたし、1年間で。なるほどなるほど。まあ自治体が作るサービスってなんか結構いまいちなもの多いじゃないですか。はい、多いですね。あれなんであれ作るんですかね。箱物とかですか。うん。あれはそもそもの概念が民間と違うからです。要は採算を取るっていう意識が全くなくて、投資じゃないんですよ。公共事業、公共投資って言いますけど、投資じゃないです。回収考えてないですよ。箱を作るのが目的で、作った後、いくらかかるかとか、何年でそれ元取るかって。一つも考えないです、うん、でも元取るどころかそのメンテナンスコストがかかって、そうなんか税金でやったのマイナスになってるところの方が多くないですか？圧倒的にそうです、うんはい、あと僕びっくりしたのが、廃校になった小学校とか中学校がゴロゴロあるんですよ、うん、で平成の初めぐらいですかねに全国的にいっぱい作られたみたいで、はい、なんかものすごい補助金が降りたんですかね、あれね。あ、昔あったのは合併特例債っていうものなんですが、10のうち7は国が出してくれる借金なんですよ。自己負担3割で10のものが作れるので、みんなそれに飛びついたんですね。でも3は自分の借金ですし、ランニングコストは自分で持たないといけないんで、後々困るんですけど、その時は7が欲しいからみんなここぞとばかりに記載するんですね。なるほどなるほど、それか。なので非常にあのたちの悪い飴を配っちゃうですね、クリア時に、はい、それが原因なんですね。そうですね。いやとにかく廃校めちゃくちゃあるなと思って、こんだけ作っても人絶対少なくなるの分かってんのに、なんでこんなことするんだろうなみたいな。それも全国どこも一緒です。もう東京都のことももう考えてたんですか、前から。どうなんですか、ね、ですまあ、4年前市長選に出る時、はいはい、まあ、東京にまだ住んでまして、ちょうど都知事選をやるタイミングでもあったので、うん、東京都知事って誰がやるんだろうなっていう時に、やっぱり自分の人生の選択肢としてそれは頭の中にはありました。ただ今ではないし、今やっても絶対意味がないで、まあ、秋田方の方に行ったんですけども、それで一期経験積んで、なんか井川さんとかにディスられてましたけど大丈夫ですか？全然違えんだよサイズがとかですね。まあそうですね、なんか早速ね皆さん話題にしてくださって、いやでもねすごい話題になってますよね。